常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ロシアのですね、偽情報に関してね、たびたびこのチャンネルでも取り上げているんですが、その偽情報をね、見破るというか、論破するですね、決定版の論説がですね、JB プレスに出てましたので、ぜひね、ご紹介したいなと思います。書かれたのはですね、ウクルインフォルムというね、ウクライナのですね、メディアですね、はい、ウクルインフォルム通信の、編集者のですね、平野隆さんという方が書かれたですね、こういうタイトルです。ロシアのプロパガンダを発信してしまう日本の専門家たちということで、そのものズバリですね、サブタイトル、ウクライナは東西分裂国家か、日本まで広まる偽情報に注意せよということで、これね、簡単に言うとですね、日本でそのロシアのプロパガンダを広めてる人の、手口ってのは、基本的にね、ウクライナは東西分裂しますとね、言語も違うし、宗教も違うとか言ってるんですけれども、これが嘘だと。いう話です。はい。まずその言語の話についてですね、平野さんはね、次のようにおっしゃっております。このサブタイトルでね、もうほとんど終わりなんですけど、ウクライナ人の多くはですね、バイリンガルだそうです。はい。バイリンガルなんです。で、これはですね、こういう主張ね、ロシアに近いハリコフ州やドネツク州に住む人々は、ロシア語を使い宗教的にもロシア正教という主張が多いと。これはロシア政権が特に好む、プロパガンダだそうです。でね、これについてですね、平野さんはですね、このようにおっしゃっております。まず言語問題を見ると、東部において日常的にロシア語利用が比較的盛んであることは概ね正しい。しかし、先ほどの西部はウクライナ語の利用が盛んとの説明とも関係するが、ウクライナの言語状況を語る上で何よりもまず理解しなければならないのは、多くの国民がウクライナ語とロシア語の両言語を相当程度自由に操るバイリンガルであるということだと。いうことなんですね。はい。つまり、ある、人がですね、日常的に ロシア語を使うことが多かったとしても、その人が、ウクライナ語が喋れないというわけではないんです。はい。それから、ウクライナ語を嫌悪しているというわけでもないと、いうことです。多くの場面、調査によってね、分かっていることは、住民がですね、多くの場面とか状況に応じてですね、その言語を使い分けていると、いうことなんだそうです。なのでですね、言語が違うっていうのはさすがに、嘘でして、状況に応じて、バイリンガルで両方使い分けているということです。平野さんね、次のようにおっしゃってますよ。例えば、家族友人と話すとき、職場で話すとき、周りにロシア語話者がある、あるいはウクライナ語話者が多い場面、お店で注文するとき、数を数えるとき、本を読むとき、テレビを見るときといった具合に、多くの人がその場面に応じてウクライナ語とロシア語を使い分けていると。そのため、ウクライナの住民を言語を通じてあたかも2つの分断されるようなコミュニティが存在するかのような解説は実態から乖離しており、大きな誤解を生み出すものであり、避けなければならない。はい、避けてくださいね。はい、これ嘘ですから。はい、東はロシア語、西はウクライナ語、嘘でーすということですね。で、こういうね、真っ二つにね、地図をね、色分けして、こっちはロシア語、こっちはウクライナ語みたいな地図を掲載しているのが、朝日新聞グローブというですね、朝日新聞のネット版ね、ここに、出てるらしいですよ。みんな気をつけてね、朝日新聞ね。謝罪もしたいと思います。ほんとすいません。はい、そんな感じです。で、さらにね、東部住民の宗教がロシア正教かどうかについて、これもですね、実はね、調査があるそうです。平野さんのね、記事によるとこう書いてあります。キエフのですね、今キーウとも言いますけどね、国際社会研究所の調査では、ウクライナ東部諸地域において自らを正教徒ね、ウクライナとかロシアとか抜きですよ、正教徒だと、答える人は 78% から 84%、約8割であり、正教徒信者は西部よりも若干多いと。ただし、その回答の内訳を見ると、独立ウクライナ正教会の信者だと答える、回答者が 48% から 54%、約半分であるのに対して、ロシア正教会系列の、ウクライナ正教会モスクワ正教の信者だと答えたのは 24% から 35%、約3割でしかないと。つまり、東部住民の間では、確かに正教徒は比較的多いが、しかし彼らの間では、自らをロシア正教徒よりも、ウクライナ正教徒だと考えているものが多いということがわかるというふうにおっしゃっております。これデータがそう出てるわけですからね。はい。ということで、わかります?言語も違うし、宗教も違うとか言ってる人いますけど、全然そうじゃなくて、ね。基本的に言語はバイリンガル。状況によって使い分けてる方がほとんどです。ね。それから、東部地域がロシア正教ってのは、これはもう完全に嘘で、それ3割ぐらいしかいないです。調査によってもね。
はい。正教徒だと考える人多いですが、まあ大体半分ぐらいの人はウクライナ正教会だと、いうふうに認識しているというのが、これ現実なんですよね。で、それをね、なんかあたかもね、分断が進んで別の国だとね、その、西部の方には、もうなんかカトリックとか言ってますからね。西部はウクライナ語、ウクライナ語ばっかり話して、カトリックがいて、東部にはですね、ロシア語ばっかり話して、ロシア正教会で、みたいな言い方してるんですけど、それは、西の端と東の端のね、本当にごく一部をサンプリングして比べてるようなもんで、日本で言ったら北海道と沖縄を比べて、ほら別の国でしょって言ってるぐらいに、結構乱暴な話だと、いうことを平野さんはおっしゃってますので、皆さんね、これね、騙されないでください。で、それはね、すごい大きな問題があって、パスポーティゼーションというですね、工作活動があるんですけど、皆さん知ってます？これ何かというとですね、このね、ロシア国籍問題っていうことなんですよ。これ平野さんね、こんな風にね、解説しています。ロシアは2019年4月以降、ウクライナ東部の紛争地域にて、住民がロシア国籍取得する際の手続きを簡略化する決定を下しており、それ以降、同地域、同地住民に対して国籍のばらまきを行っているのであると。で、これは紛争地におけるパスポーティゼーションと呼ばれる行為であり、紛争解決を困難にするものとみなされている。つまり、現在のロシアは、ウクライナの主権を侵害しながら、自国民を簡易に作り出し、その保護を名目に、ウクライナへとさらに武力を行使しようとしているのである、ということです。わかります？東部地域にロシア人がいっぱい住んでるっていうのは、ロシアがロシア人作ってんだよ！とんでもない話ですよね。これ要はその、まあ、移民にね、なんか乗っ取られるみたいなことをおっしゃる方結構いますけれども、もうそれのまあ、最新ハイブリッドバージョンですよ。で、他国の国民を自国民に変えちゃうわけですから。パスポーティゼーションすることによって。ね。移民作り出してしまうわけですよ。自動的にね。コストかかんないでしょ。まあ、旅券発行するだけですから。で、こういうことやってですね、その侵略のね、口実を作っているというのが現状です。で、平野さんはですね、このようにおっしゃってます。言うまでもなく、それは非難すべき対象であり、侵略の正当化の根拠と、見なしてはならないと。ね。実際に欧米はロシアによるパスポーティゼーション、を繰り返し非難していると。ジョージアもですね、実はですね、この被害に遭ってまして、これ訴えてるそうです。なんで日本もね、まあロシアと領土問題抱えてますから、ね、これも国際紛争ですから、同じくね、国際紛争として、こういうロシアと戦ってるね、ジョージアとか、ウクライナの皆さんね、こういう方々とですね、連帯してね、きちっと理論武装して、ね、領土返しなさいということを言い続けなきゃいけないし、相手の困ることをね、もっとやらなきゃいけないかなと。いうふうに思います。でね、これ、あと大事な話ですけど、これ、平野さん強調してますが、ウクライナ東部の人たちが、ロシアに統合されて、されることを望んでいるというね、客観的データは存在しておりません。はい。ロシアはいろいろこう言いますけど、嘘ですからね。嘘ですから。でね、それをね、まあなんかね、孫引きしてですね、なんかいろいろね、こう専門家と称する人がね、こう、広めていると。で、特に名指しでね、平野さん批判されているのは、朝日新聞グローブの関根和弘記者。はい。この方はですね、なんとですね、1月22日付の記事でね、ウクライナを新欧州、新ロシアの2色に塗り分けて、はい、こっちとこっちでは全然別の国です、みたいな印象操作を行います。もうまんまとロシアのプロパガンダに乗ってます。本当にすいません。朝日新聞縮小団団長、常年司がね、本当にお詫びさせていただきます。ロシアのプロパガンダに乗ってすいませんということでね。まあこんなのまあそこら中にありますので、まあ皆さんぜひですね、この JB プレスのね、平野さんの記事読んでいただいて、専門家と言われる人もですね、実はロシアに操られてると。ね、本人はね、気づいてなくても情報源コントロールされてる可能性もありますので、はい。スパイだっていう感覚なしに無意識にやってる可能性もあるので、ぜひね、皆さんね、しっかり気をつけてね、この辺見分けてください。まあこの手のですね、情報工作、これからバンバン来ます。はい。チャイナが台湾有事仕掛けるときはすげえ来るよ。アメリカ大統領選挙の陰謀論とか、今の反ワクチンのやつとかね、これに近いやつがガンガン来ますから、皆さん絶対ね、騙されないようにしてください。ということで、今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひ高評価のボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ゴー！